皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の17日目です。では問題を見ていきましょう。括弧1、絶対値が4より小さい整数を書きましょうと。この4より小さいという時には4は入りませんから、絶対値が3と2と1と0になる数、ね、これがこの答えに当てはまりますね。絶対値が3になる数はマイナス3とプラス3ですね。そして絶対値が2になる数はマイナス2とプラス2と。そして絶対値が1になる数はマイナス1とプラス1、そして0。これが絶対値が4より小さくなる数ということになります。括弧2、増加を正の数で表すとき、次の事柄を正の数、負の数を用いて表しましょう。こういう問題ですね。増加を正の数、つまりプラスの数で表すんですね。丸1、20人の減少。この減少というのは増加の反対ですから、この場合は減少は負の数を使って表しますから、マイナス20人と。こうなります。丸2、5人の増加。この増加は正の数ですから、これはプラス5人と。このようになります。括弧3です。次の計算をしましょうと。丸1、プラス9、足すプラス5。正の数同士の足し算です。この場合は、共通した符号プラスを前につけて数字を足し算します。9足す5、14ですからプラス14が答えです。丸2、プラス 0.3 足すプラス 1.2、 同じプラス同士の数、正の数同士の足し算、小数の場合も同じように考えて、共通した符号つまりプラスを前につけて数字を足し算、 0.3 足す 1.2、 これを計算すると 1.5 ですからプラス 1.5 が答えです。括弧4番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス8足すマイナス16。マイナス同士の数、同じ符号同士の数の足し算は、共通している符号を前につけてそして数字を足し算ですから、8足す16をやると24ですから、答えはマイナス24になります。丸2、マイナス 1.2 足すマイナス 0.5、 同じ負の数同士の足し算です。これも共通の負の符号を前につけて数字を足し算します。 1.2足す 0.5 は 1.7 ですから、マイナス 1.7 が答えです。括弧5番です。次の計算をしましょう。丸1、プラス7足すマイナス2と。今度は正の数と負の数、ね、符号が異なる数の足し算です。この場合は絶対値を見て、絶対値の大きい方の符号を前につけます。絶対値7の方が大きいですから、7についている符号はプラスですね。ですからプラスをつけます。そして数字同士は引き算をしますね。7-2は5ですから、答えはプラス5。こうなります。丸2番、プラス27足すマイナス12、これも正の数と負の数の足し算ですね。
絶対1を見て絶対1の大きい方の数の符号を、つけて答えを計算します。27の方が大きいですからプラスの符号を前につけて、数字同士は引き算です。27-12は15ですからプラス15というのが答えです。丸3、マイナス10足すプラス6、これも符号が違う数の足し算ですね。で、絶対値を見ると10と6ですね、絶対値は10の方が大きいですから10の方についている符号マイナスをつけて、数字同士は引き算、10-6で4ですから答えはマイナス4になります。丸4番、マイナス7足すプラス8、これもマイナスの数とプラスの数、負の数と正の数の足し算です。絶対値を見て、絶対値は7と8ですね。絶対値の大きい方の符号を答えにつけますからプラスがつきます。そして数字は引き算ですから8-7とやって1ですから答えはプラス1とこうなるわけです。よろしいでしょうか。今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。